る見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 る
かりました。このリンク、本当、去年の、1年前のリンクから比べてですね、本当に、選手たちには、苦労をかけて、やっていただきました。我々は本当サポート紹介みたいなのができなかったんですけども、今回のリーグの優勝、そしてこのチャレンジマッチですね、2勝できたこと、非常に、嬉しく思っています。小川原アリーナでの2試合、選手にはどのようなことを伝えて戦いましたか？まあ、頑張れというだけで、みんなが勝手に、考えてやってくれているので、非常にこの2日間は楽しくやりました。来季は V2 での戦いとなります。目標があるのをお願いいたします。去年まで V2 でですね、まあ、中盤の成績だったんですけども、次はですね、この勢いをものにして上位をぜひ狙いたいと思います。最後に会場でまた VTV をご視聴いただいているファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、今日、応援いただきましてありがとうございます。VTV のご覧の皆様も、本当に、ありがとうございます。皆さんのおかげで、2勝することができまして、昇格の権利を得ることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。トヨタ自動車サンホークス、近藤監督でした。続いて、トヨタ自動車サンホークス、西村俊介選手にお話を伺っていきます。試合の勝利、また V2 復帰、おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。昨日は、自分のプレーを出すことができなかったんですけど、今日はしっかりそれを出すことができて、しっかり勝つことができ、V2 昇格もすることができたので、とても嬉しいです。西村選手自身、2日間サーブレシーブ、アタックでも大活躍でした。どのようなことを意識して試合に臨みましたか？そうですね、自分は、まあ、エースっていうポジションじゃないんですけど、自分の役割、サーブカットをしっかり返してからの攻撃参加をずっと意識してこのリーグやってきたので、それが今日しっかりできたと思いますので、よかったと思います。来シーズンは V2 での戦いとなります。目標を教えてください。前のリーグで V3 に落ちてしまったので、その悔しさを次は V2 で、まあ、優勝を目指して頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。最後に会場また VTV でご視聴いただいているファンの皆様にコメントをお願いいたします。長いリーグになりましたが、長い間応援していただき本当にありがとうございました。また来年のリーグも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。トヨタ自動車サンホークス西村選手でした。